マジコイプラス。誰とデートするの？小野寺さんですか。なるほど。新しいシチュエーションが解放されたようだぞ。新しいシチュエーションが解放されたみたい。これは油断できませんわね。あのね、今日一緒に帰れないかなって思ってるんだけど、どうかな？あ、そっか。今日は飼育係のお仕事があるんだね。それなら私も一緒にお手伝いさせて。私帰る用意していくから先に行ってて。あ、待ってなくていいよ。すぐ追いつくから。また後でね。遅くなってごめんね。何が残ってるかな。こっちの子たちにご飯をあげればいいんだね。うん、わかった。みんな、ご飯だよみんな可愛いね。動物さんたちはいつも元気でいいよね。見てると私の方まで元気になれるよ。なんだか言い方がお父さんみたい。いいなあ、そういうの。あ、別に変な意味で言ってるわけじゃないよ。またいつでも飼育係のお手伝いするから行ってね。私も動物好きだし、それに一緒にいられるの嬉しいから。そっか なんか照れるね。もうついちゃった。なんか一緒だとあっという間に時間過ぎちゃうね。今日もすごく楽しかったよ。ありがとう。じゃあ、またね。緊張してきちゃった。あ、もう来てたんだね。私も10分前に着くつもりで来たんだけど、負けちゃったな。私待つの全然大丈夫だから無理しないでね。でもありがとう。じゃあ早速だけど、今日はどこに行こっか。水族館か。ゆっくりできそうでいいね。行ってみよっか。うわあ、この水族館結構広いんだね。あ、もうすぐイルカショーが始まるみたい。せっかくだから行ってみよっか。わあ、ちゃんと音楽に合わせて飛んでる。ご褒美もらって嬉しそう。あ、イルカと握手できるって。びっくりした。ほっぺにキス
されちゃった。けど海に行きたくなるくらい良かったよ。最後にお土産屋さんにだけ寄ってもいいかな。このストラップかわいいね。そのもし嫌じゃなければ何かお揃いのもの買わない？よかった。じゃあどれにしようか。よろしくね。来てくれたんだね。うん、そうだね。もう卒業式なんてびっくりだよ。本当にあっという間だったけど、私あなたと過ごせてよかった。本当だよ。毎日すごく楽しかった。この3年間あなたのいいところをたくさん見つけたよ。優しくて頼りになって、いつだって誰かのために頑張ってる、そんなあなたのことが本当に大好き。それでね、お願いがあるの。卒業してもこれからもずっとずっとずっと私と一緒にいてくれませんか？つまりね、私と結婚してくれたら嬉しいなって。一緒にいようね。